沼津駅周辺の鉄道高架事業に関連して今年の秋から始まる新貨物ターミナル本体工事を前に昨日、県と JR 東海、JR 貨物が工事協定を締結しました昨日は県と JR 東海、JR 貨物の3社が沼津駅周辺鉄道高架事業における工事協定を締結しましたこの協定は 今年の秋から始まる新貨物ターミナルの本体工事に向け結ばれたもので今後鉄道高架事業を円滑に進めるためそれぞれの役割分担や全体の枠組みを取り決めていくということです2028年度には鉄道を高架化する本体工事が始まる予定で事業の完了は2040年度の見通しです調印式に同席した沼津市の頼重市長は 都市構造を抜本的に解決し、まちづくりに大いなる効果を発揮するものだと捉えていると期待を寄せました。